グランドセイコー鼓動のリアルマシン。はい、このチャンネルは私、平成元年生まれ無業がロレックス正規店で GMT マスター2を購入する奇跡を話すチャンネルでございます。チャンネル登録、いいねの方よろしくお願いします。一皮むけます。金むく持ってるけどね、というところで、はい、本日グランドセイコーの話題となります。本日ね、グランドセイコーウォッチ&ワンダーズ2022で発表された衝撃の新作の実機、こちらの方を、視聴者様から送っていただきましたので、こちらの方を見ていこうかなと思います。まずどのような製品か、これを伝えた後にいただいた映像を皆さんで見ていこうという回になります。本当ですね、日本のお金持ち YouTuber はこれを買うべきだと思います。はい、それでは行ってみましょう。はい、銀座の、和光において、この、グランドセイコー衝撃の新作、こちらの方が展示されているというところで、視聴者様から動画を送っていただきました。本当にありがとうございます。それにつきましては、後半見ていきたいなと思います。まずこのグランドセイコー、鼓動というモデルはどのようなものか、こちらちょっとね、見ていきたいと思います。グランドセイコー初のメカニカルコンプリケーションウォッチ、グランドセイコー鼓動コンスタントフォーストゥールビオンには、世界で初めてコンスタントフォースとトゥールビオンを同軸上に一体化した、他に類を見ない安定した精度を実現する革新的なムーブメントが搭載されています。鼓動はその名の通り鼓動、トゥールビオンの回転をコンスタントフォースが追いかけるような独特な動きと、そこから生み出される刻音によって、この革命的な時計は視覚と聴覚の両方に訴えかけ、その存在感を保ちます。キャリバー QST1 にはテンプに均等なエネルギーを供給するコンスタントフォース機構と、重力の影響を軽減するトゥールビオンが同軸上に一体化されており、エネルギーが安定的かつ効率的に伝達されます。これによってコンスタントフォース機構の持続時間が50時間と長くなり、それだけ安定した精度を実現しています。またこの一体化構造によって複雑な機構を備えながらもムーブメントの体積を小さくすることができ、グランドセイコーが重視する装着性の良さを実現することができました。コンスタントフォースとトゥールビオンの2つの機構が一体となって、まばゆいばかりの視覚効果を生み出しています。内側のトゥールビオンキャリッジはテンプが毎秒8振動しながら滑らかに回転し、外側のコンスタントフォースキャリッジが1秒間隔の動きでその回転に追従します。脱進機の音とコンスタントフォースの1秒に1回動く音が規則的、正しいリズムに耳にも目にも心地よい鼓動となって伝わってきます。この力強くも安らかな16秒音符のリズムも、コンスタントフォースを搭載した時計の中で最も高い振動数を誇る QST1 ならではの魅力です。ケースにはプラチナ950とグランドセイコー独自の素材であるブリリアントハードチタンを採用しています。どちらの素材もケースの部分はザラツ研磨による鏡面仕上げとヘアライン仕上げに分けられており、どの角度から見ても美しい調和が生まれます。この2つの素材はテーパーのかかったラグの先端で最も顕著に融合し、ラグの中心に作られた中開きが全体のデザインに軽快さとユニークさを添えています。鼓動のケース内には奥行きのある空間が広がり、ケースの表と裏が光が通過することで陰影の豊かな表情が生まれます。その表情を最大限に引き立てるため、各々の部品は様々な技法を用いて手作業で丹念に仕上げられています。いやー、素晴らしいですよね。
本当に。これを見て思ったのが、まあ、28,800振動、8振動というところで、あとここにね、音、これが伝わってくるというところで書いてありましたね。いや、本当に素晴らしい。銀座ではね、これが見れるというところで、視聴者さんに送っていただきました。本当に素晴らしいし、見たいと思います。それでは、送っていただいた実機映像、こちらの方を見ていきましょう。はい、来ましたね。すごいですね、こちら。写真、そしてね、映像もありますので、まずは写真の方からになるんですけれども、いや、すごいな、これは。本当に衝撃的なモデルですね。個人的には本当にこれが一番今年の世界の時計見本市、ウォッチ&ワンダーズで一番私が衝撃を受けたモデルといっても過言ではありません。本当にすごいですよね。やはりね、ちょっとホームページではね、見れないこの輝きっていうのがちょっと見えてるように見えます。そしてこのクロコダイルのこのベルトもめちゃくちゃかっこいいですね。次の写真行きましょう。見てください。これは本当に衝撃的ですよね。これはね、前と裏が先ほども言いましたが、これ透けているようなモデルとなっております。裏が見えるんですよね。いやー、すごいな。やっぱ輝きがね、やっぱ一段とすごいですね。やはり展示品というところでフィルムが貼ってあるんですけれども、これを撮った時のね、衝撃とか、その太陽光の下で見る、その輝きとかっていうのはね、ちょっとこれは本当に計り知れないものがあると思いますので、これはめちゃくちゃ楽しみですね。うわー、すごいな。ちょっともう私の語彙力ではすごいしか言えないんですけれども、はあ、この手作業で作られたこの日本の繊細な技術、これがね、こういうふうに今見れておりますよね。すごい。またこの紫のサファイアですかね。こちらがまたね、アクセントとなってめちゃくちゃかっこいいですよね。近未来的な、いや、未来的な、そういう素晴らしさ、かっこよしさ、衝撃、これをね、与えてくれてるんじゃないかなとちょっと思いますね。ホームページもめちゃくちゃかっこよく作られてると思うんですけども、やっぱりこの実機の映像というのは、ホームページのやっぱね、100倍ぐらい衝撃を受ける感じでありますね。はあ、また違った形の角度になるんですけれども、やっぱりすごいなぁ。いや、ほんと、これ、見たいですよね。和光さん行ってね。やはりそれはね、東京のやっぱ凄さっていうのがあると思いますね。はい、続きまして動画行ってみましょう。続いて動画行ってみましょう。すごい。見てください。トゥールビヨンが回ってますね。うわ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 。これはすごいぞ。これずっと見てても楽しいでしょうね。うわー。ここからちょっと画質が上がってくるんですけれども、うわ、すごいな。めちゃくちゃかっこいいな。しかもこのね、トゥールビヨンの模様が、太鼓の巴柄っていう、形になってるんですよね。いや、マジで素晴らしいと思います、これは。いやー、すごい。もうこれは本当に芸術作品だと思いますので、和光行けるときは行って、これね、本当に見たいなと思いました。視聴者様、これ、送っていただきありがとうございました。また思ったのが、このね、グランドセイコーのね、左側にこう、パワーリザーブインジケーターもこれついてるんですかね。すごいな。時計は上で見るようになってますね。はぁ。本当に実機が見たい。この写真でもだいぶね、最高だと思うんですけれども、本物が見れたらいいかなと、ちょっと私思っております。実機、以上になります。最高！ありがとうございます。最後にね、スペック等をちょっと見ていこうかなと思いますが、はい、こちら、世界限定20本になりますからね。20本。20本しかありません。ほんとね、お金持ちの、まあ、YouTuber の方でもいいですし、あと時計好きの、もう超お金持ちの方は、これ買ってくださいよ、これ。本当にすごい。まあ、ロレックスとかよりも、これってどうなんですかね。20本しか世界で作られないわけですからね。いや、価値的なものはもう、なんか遺産的に上がっていくんじゃないかなって、ちょっと思います。はい、SLGT003 となっておりまして、こちらね、4400万円となっております。税込みですからね。はい、税込みで4400万円。で、こちらね、2022年、
10月発売予定。まだ発売されておりませんのでね、まだチャンスはあるんじゃないでしょうか。はい、ガラス素材はねボックス型サファイアと、内面無反射コーティング、横 43.8mm ですね、縦 50.6mm、 結構やっぱ大きいですね。まあそうでしょうね、このレベルになってくると。厚さ 12.9mm、 ここは結構まあ薄さを抑えてるように見えるんですけどね、やっぱちょっと実機を撮ってみないとちょっとわからないとこもありますね。はい、ムーブメント QST1 となっておりまして、メカニカル、これ手巻きになってるんですね。これ手巻きなんですね。はいはいはい。最大巻き上げ時、約72時間、これすごいな、72まで行きましたか。もう普通のグランドセイコーの時計たちのにおいても、まあ上の方ぐらいの機械式であればね、そのぐらいの精度が出ていると思います。別なんですね、コンスタントフォース機構の作動時間がこれ50時間確保と、こういうズレもあるんですね。平均日差プラス5秒からマイナス3秒、防水もついております。シースルーバッグってなってますけど、もう全てがシースルーですけどね。中止めには18金ホワイトゴールドが使われているっていうことと、まあ、振動数先ほども言いましたが 28,800 振動ね、これ1時間に、1秒に関しましては8振動と言われるモデルでございます。1秒間に8回ね、針が動くという形ですね。パワーリザーブ表示機の、左のメーターで、裏蓋にリミテッドエディションを表記、裏蓋にシリアルナンバーが入っていると。何分の何ということですね、20分の何ぼっていうのが入ってくるんですね。うわー、これ本当に素晴らしい。はい、ということでね、本日グランドセイコー10月に出ますね、SLGT003 コード、こちらの方ね紹介させていただきました。本当に、やっぱりねお金持ちの方っていうのはね、日本人のお金持ちの方、これ1本買われてもいいんじゃないでしょうか。マジでかっこいいと思います、これは。これはやばいと思います。ぜひ私に見せていただいて、夢を見せてください。ありがとうございました。いいもの見せていただきました。これは芸術だ。本当に素晴らしい。はい、ということでね、本日以上となります。皆さんもしよければ、この動画が役に立ったいいねと思った方は、いいねボタンとチャンネル登録、無形無形 OK の方本当によろしくお願いします。はい、それでは本日以上となります。無形無形 OK、 ではまた。はい、メンバーシップの皆様、動画上げたいと思います。すいません、ちょっとね今日画角とこの海の